はい、どうもこんにちは。ルーストデラックスのキヨとピッコです。キヨです。今日はね、まあ、前回うちのティカーギ君が髪の毛フレームカラーしたんですけど、カラーしてるところとか結構パサつきあるんですよ。ブリーチするとやっぱ髪の毛って栄養分とかも全部取ってしまうんで、まあ、そういうところをちょっとうちのお店でできる生オイルトリートメントってお手を出していこうかなっていう企画でございます。はい、生オイルトリートメントに関してなんですけど、4種類あるんですよ。実は1,2,3,4 っていう4つの種類があるんですけど、この2と3だけはまた2種類ずつあるんですよ。で、この2種類に関したら2番の2種類は英語で 2S と 2B って書いてあるんですけど、 S がサラサラにしてくれる、 B がボリュームを出してくれるっていう意味で、3に関したら A と M があるんですけど、エアリーとモイスチャー。エアリー、まあ、空気感ふわっとしてくれるような質感、モイスチャーはしっとり。今日は2番をボリューム B を使うのと、3はエアリーふわっとした感じをちょっとやって、この4種類で改造していきます。それではちょっとトリートメントしていきたいと思います。で、これがちょっとさっき言ってたプレミークなんですけど、ちょっとこの1番とこれとこれとこれつけていきます。1と2つけていきます。これでまずボリューム感っていうのを出していきます。だけ時間を置いていきます。で、次に3と4つけていきます。で、この3と4つけるときに、あのなめすっていう工程していきます。なめすっていうのは、まあ、髪の毛をこうつまんであげてこう引っ張ってあげるような感じで、一枚一枚こうやってやっていくと髪の毛の中に、まあ、一個一個均等についてくれるんで、手でこうやってあげるだけでめっちゃ中に入ってくれたり、手触りめっちゃ変わってくれるんで、お家でもちょっとこういう感じでなめすっていうことをしてあげるとめちゃくちゃサラサラになります。トリートメント水っていう床で作って、で、頭にかけてあげるとトリートメントが均等に頭全体についてくれるんで、これであと流すだけです。はい、ってことでね、洗い終わったんで、いつもやったらあの洗い流さないトリートメントやったりつけるんですけど、まあ、今日はそれはなしでちょっと乾かしてどんぐらいツヤ出るかっていうのをやっていきます。ちなみにこの上のところも実はブリーチとかも入ってて、このところもどんぐらいツヤ出るかってところをしていきます。はい、乾かしていきます。はい、それではちょっと乾かし終わったんでドアップで見ていきます。口通りが神ですね。ツヤって、もうツヤしかないです。結構綺麗やな、これ。いや、マジでいいです。すげえ。こんな感じで、しっかりツヤも出て、どうですか。いい感じ。はい。ってことでね、生オイルトリートメントってし、まだまだハイトーン、ハイライト、何でもしたいとか、なんかもう明るい系めっちゃしたいとかってなったら、まあ、この生オイルトリートメントっていうのも実感していただければ、どうしてもブリーチ2回とか、まあ、1回しても髪の毛ってどうしても悪くなってしまって、めっちゃ指通り悪くなってしまって、ウィッグ被っとるみたいな髪質になるんで、マスター行った時に生オイルトリートメントやったりとかしていただくと、元の髪の毛以上にめっちゃサラサラになってくれるんで、ぜひカラーと、まあ、プラスでトリートメントっていうケアっていう面でもちょっといたわってあげると、カラーがもっと映えてくれたりもするんで、ぜひ一緒にやってみてください。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタのフォローも待ってます。またな。